こんにちは、袋です。今日は、一番最近の休みの日は何をしましたかということで、先週ですね、木曜日から金土日とお休みさせていただきました。木曜日は、東京でセミナーがありまして、午後からは、人に会ったりとか、いろいろとしました。日曜日、金曜日は午前中やはり、ミーティングがあり、午後から沖縄に行かせていただきました。沖縄はですね、結構のんびりとしていて、1泊目は、ちょっと南部地方まで行かせていただき、2日目は実はスキューバダイビングっていうのを生まれて初めて体験しました。で、そこからまあその一緒に行った人たちと、飲み会やって、日曜日また午前中ずっとセミナーを受けていて、午後になって帰ってきた。そういった面ではちょっと沖縄で週末を過ごしてきていました。以上です。よいしょ。